花村さんは、はい、大野さん指さしてましたけど、めちゃめちゃボケてるじゃないですか。僕と二人でいるときは一回もボケたことないですあれずーっとお兄ちゃんですもん。何ですかその大野さん、ちょっとそんな一面あったんですか。いや別にそんなことはないです同僚してるじゃん。なんかあるんですけど、年下にカッコつけたがるから。したらなんか逆に気使わせちゃうじゃないですか。なんか拾わないとみたいな空気になっちゃうとあれなんで、なんかそこはちょうど僕あの真ん中ではないんですけど、真ん中だ、真ん中です、真ん中です、めちゃめちゃ真ん中です。大野家でも真ん中なので、なんかそういうのはなんか割とこうちょっと上と下と分けてしまうというか。まあでも一番バランス感覚取れる人ですよね。そうだから年上にはすごいボケてくるんですけど、多分ここ二人だけだとそういうのあんまない気がします。どんな時にお兄ちゃんらしいなって思いますか。収録の時とか、あとレコーディングの時とか、なんか二人で仕事をする時とかはあのずっとこう引っ張って MC みたいにしてくれるんで、だから間接的に二人の時は全然思んないって言われてなんで、なんでネジ曲げんだよ、確かにプラスで裏言ってんだよこっちは。でも年下からみんなからつまんねえやつって思ってるつまんねえやつだと思うんですけど、そこは改善の余地ありっすよ